ダメだ。サラダ。おとなしくしていろ。貴様はうちはの人間ではないが。私の夫と子供を殺そうとしたからよ。それに大切な友達も。我が子、勘違いするな。そんな、それじゃまるであいつの。オロチマルだ。やめなさい。オロチマル。ああ、カカシ先生も言ってた。昔、木の葉の里を壊滅させようとした。あんなことができるのはオロチマルしかいない。じゃあ奴が直接関わっているとは思えねえってばよ。奴の研究所へ向かうぞ。なんでそんなに冷静なの？パパはママが心配じゃないの？もう薄塩味しかないんですけど。蝶ちゃん、よし、それじゃあ一緒に来るか。お前たちも。勝手にしろ。よし、決まりだな。夜が明けたら出発すか。こいつらは俺の早期の代用品。それ以上でも以下でもない。といずれ肉体は滅ぶ。だが遺伝子はその子、単に必要なくなった器が消滅する現象でしかない。親と子の間には遺伝子の伝達だけじゃなくて、もっと。それが進化だ。あんたはより強い遺伝子を残すためには争いが必要不可欠だ。かつてこの世に戦乱を巻き起こした暁という組織があった。久しぶりだってばよ、ヤマト隊長。よしてくれ。パパじゃねえな、こいつは。悪いが、僕は任務でここを離れられない。分かってる。こっちだ。ちょ、おい、サスケ。久しぶりだね、サスケ。ちょうどいい。奴のところに案内しろ。サスケ、どうやら案内してもらう必要はねえみてえだぜ。オロチマル、なんか前より若くなってんぞ。私のことだからわかるでしょ。この人があちしの親だとしたら、パパママどっち？何か企んでいるなら今のうちに全て吐け。部屋を変えるわ。いらっしゃい。あなたたちが戦った志村団蔵の右腕は元は真の腕だ。クローン？そうね、あなたに分かりやすく言うなら。人間はそんな単純なものじゃねえぞ。あなたの娘があなたに似ているのも遺伝子を受け継いでいるから。奴がウチハを名乗っているのは？ああ、それは自称してるだけ。ウチハイたちにはね。そうか。随分とずうずうしくなったものね。ナルト君にはちょっとした借りがあるしね。あの子はどう？詳しく説明するからついてきて。この女の人はどこですか？ああ、カリンね。今はまだその可能性があるかもってことです。遺伝子っていうのを調べれば。あった！じゃあ行くよ。パパとは気持ちがちゃんとつながってるから大丈夫。このバカ。悪いのはサスケでしょ。君知ってたの？これあの世はサラダ。七代目の嘘つき。私をずっと騙してた人たちのことなんてもう知らない。
今さらあんな人なんかに似ていたくもないです。何ですか？ほかげってのは里のすべての人が家族みたいなもんだってな。娘の私の顔さえ知らなかった。ママは私には本当の家族なんていないんだってことが、あなたは私と家族じゃない。重い、それさえありゃいい。ねえパパ、いつ帰ってくるの？え、そんなことないよ。ならなんで帰ってこないの？いつかきっとそれもわかる日が来るから。ママってさ、パパとキスしたことある？え、ママのエッチ？いやいや、そうじゃなくて、その話はまた今度だ。もう昔みたいにはどうしたらいいの？それが本物だ。行くぞ、ママを助けに。サスケ、お前後で話があっからよ。俺の妻はそんなヤワじゃない。やっと動力が戻ってきたところだ。乗れ、お前たち。暁復活のため、うちは死んだ。ごめんね、サラダにはちゃんと言い聞かせてるつもりだったんだけど。この人は本当はママのことどう思ってるの？七代目艦長を頼む。ああ。内派の名はイタチの意志を継ぐこの俺にこそふさわしい。俺の目的ね。万事解決ってことよ。来るぞ。動きを封じて。キモッ、死ぬの野郎。何やってんのさ、七代目。親が子供にこんなことさせるなんて絶対に会っちゃいけねえんだ。どうした？行くぞ。アマテラス。お前は木の葉で調べさせてもらう。どかない、父様、守る。やめて、パパ！ケース、逆転だ。親子の情などという無駄なものにとらわれているから。貴様は内派の恥さらしだ。あなたのパパはこんなことでやられるようなヤワな人じゃない。入れ替わっても無駄だ。
親をなめんじゃないわよ。ママ！どうなってんの？わかんねえが。サラダ！もう終わりだ、シン。やれ。父様、そう教えてくれた。お前ら。俺たちが進化させる。それが一番。いつの間に、こんな。クローンがうまくできなかったのね。サラダ！ママは邪魔するな！私が。落ち着けよ。本当にイタチの意志を継ぐか。サラダ、目がパパと同じになってんよ。まったく、心配させるんだからこの子は。あ、ごめん。ああ。なんでそう言い切れるの？とりあえず名前を一人ずつつけていかないと不便だけど、つまり僕たちは家族になるんです。僕の名前はカブト。まだ続けるの？本当のパパ探し。ああ、どこにいるんだろう、あっちの本当のパパ。ん？ああ、チョウチョウ、迎えに来てくれたの、ありがとう。その体型の長寿、チョウチョウはちゃんと見るの初めてなんじゃない？え、何それ、秋道一族に伝わる秘伝か何か。まあ、サスケくん久しぶり。え、なわけねえだろ、サラダちゃんは正真正銘サスケとサクラの娘だよ。本当かな、カリン。昔はあんだけサスケサスケ言ってたのに。ならサスケのことはきっぱり割り切ったってこと？サラダちゃんに謝ってこいよ。え、ああ、ついでに新しいメガネもプレゼントしてこい。あんたは正真正銘私の子に決まってるでしょ、バカな子ね。また今度な。パパに会ったらわかると思うよ。私はお預け？じゃあだろう。